明けましておめでとうございます。小田井です。2023年初めての登山、北横岳に行ってきました。山頂ではちょっとね、動画回せなかったんですけど、山頂には、しっかり行っていますので、山頂までの、ダイジェストをどうぞ。よし、5時半に起きてめちゃめちゃゆったりしてましたね。高速使うか使わないか、ちょっと可能な限りで下道に行って行きたいと思います。お腹減りすぎて朝食を食べようと思って味噌汁買ったんですけど、ポッとなかった。めちゃくちゃ寒い。ロープウェイの往復券買いました。なんと往復で2100円。OK、 じゃあちょっと今が9時10 20分ぐらいで、次の便が9時40分なんで、それまで待ちます。ロープウェイ登ってきました。寒い。じゃちょっと北横岳登ってきます。さすがに愛じゃん。いや晴れるといいな。
寒いし。久しぶりの愛禅歩き。いや、歩きづらい。寒い。早く行って早く帰りたいと思います。ゴー登山道北横岳山頂60分。え、1時間もかかるだ。そうなんだ。ちょっとペース上げて晴れてきました。意外と登りが多くてふくらはぎがきつい。久しぶりのアイゼンの、アイゼンつけた雪山、なかなかハードなところがありますね。いやけど登りやすい道ですね。引き続き行ってきます。横だけヒュッて、ちょっとね、真正面には人がたくさんいたのでちょっと離れたところで、撮ってますが、開いてなかったですね。開いてなかったんで、また開いてる時に行ってみたいなと思いました。引き続き頂上を目指して行ってきます。あれじゃね？うわ、意外と人おる。果てしない山も見えてきましたね。いやー、ガス晴れてよかった。北横岳登りました。八ヶ岳も綺麗に見えてます。せっかくなんで7ついて行こうかな。せっかくなんで7ついて
来てみました。これこれが池、これだろうな、これかな。おお、これが池な気がする。すげえ。あの真ん中に行ったら多分落ちるんかな。ちょっと足跡的に誰も行ってんのか。寒い。じゃあ帰ります。あーよく見える。ロープウェイ目の前じゃないですか。あっという間に終わっちゃいますね。はい、登山道に着きました。早いですね。ここまで30分くらいで来ちゃったんじゃないですかね。じゃあ淡々と帰ります。最近登った山が九州の九十山でありまして、比較的暖かいなと思ったんですけど、長野県はやっぱ違いますね。寒い、風が冷たいっす。痛いです。まあ景色は最高でした。ぜひ、長野の今の時期長野の山登るときは、防寒をしっかり、してくださいな。下山してきました。総括、比較的に道が整っていて登りやすい山でした。あとはロープウェイ2100円は痛いですね。お金がかかる趣味です。ここまで見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。また次の休日で
会いしましょう。グッバイ。